今回はアニメの仕事の勢いが落ちてしまった女性声優第3弾8選を解説するぜ。まあアニメ以外で仕事が多い人もいるだろうけど。最初は正馬由美さんだ。1984年デビューで、かつては青鬼プロダクションに所属していた。翔さんは1985年に、機動戦士ゼータガンダムのハロやキッカなどを演じた。キッカはファーストガンダムでは、セイラ役の井上陽さんが演じていたんだね。1986年に翔さんは、ドラゴンボールの主人公の孫悟空と結ばれる父を演じたぜ。おお、いつもの動画と違ってビッグネーム。そして1988年には、キテレツ大百科の、野の花美代子を演じた。ミヨちゃんだ、ドラえもんの静香ちゃんポジション。同年、翔さんは美味しんぼで主人公の山岡四郎と結ばれる、栗田優子を演じたぜ。超有名ヒロインばかり、翔さんすごすぎー。翔さんは1989年のドラゴンボール Z でも引き続き、父を演じている。これはもう国民的声優やー、この後もすごいご活躍されたんでしょ？ところが翔さんは声優の難波圭一さんと結婚した後、出産のために1991年に休養し、1992年に27歳で声優業を引退したんだ。持ち役はこのように引き継いでいる。そんなに売れていたのに、父はプーアルの人が引き継いだのか。ただその後復帰して、それまでほどは出演してないものの、2004年の二人はプリキュアの、主人公のミスミナギサの母親のリエなどを演じ、2007年までアニメに出ていたぜ。なぎさママだけでも8クールだから結構出番あるし、セーブしていても波の声優より出演してそうだね。次は水橋かおりさんだ。1996年デビューで、アーツビジョンに所属している。ついに水橋が来た。水橋さんは2001年、NHK アニメのカスミンで初の主人公を演じた。これ全78話もあるんだ、すごい。2004年には魔法少女リリカルナの葉で、魔法少年のユーノスクライアを演じた。これで辛坊秋之監督とのつながりができたのが大きいと思う。辛坊監督の魔法少女アニメに、2007年、シャフトに移籍した辛坊監督による、青木梅原作の初のキララ系アニメ日だまりスケッチで、水橋さんは主人公のユノの親友の都を演じた。これが水橋さんの代表作の一つだ。シャフト、梅天帝、黄色い髪のナイスバディ少女、ピースが揃っていく。2010年に水橋さんはバカとテストと召喚獣のダブルヒロインの一人の、島田美奈美を演じた。美奈美の性格からもわかるように、ここまでの水橋さんはボーイッシュなツンデレキャラや、少年キャラが多かったのだが、翌年、水橋さんは柔らかい声で喋る、お姉さんキャラで超大ブレイクする。あのお方が来る。そう、2011年の魔法少女マドカマギカの先輩魔法少女、トモエマミだ。マミさん来たー、もう何も怖くない。3話の衝撃展開で、マミを演じている水橋さんも時の人となり、多くのインタビューを受けることになったぜ。最後は喋ることがなくなってきた感じだったね。2013年から水橋さんは、同じシャフトの物語シリーズの推しの奥義を演じた。セリフが多く、これも代表作の一つだな。水橋はシャフト声優のエリートや。しかし、2019年に続終わり物語が終わった後は、水橋さんのテレビアニメの出演はかなり減ってしまった。2022年は5分枠アニメ一つで、2023年以降は出演なしか。水橋さんは2018年からゆるキャンでシマリンの母親の先を演じていて、3期も出番があると思うが、こういった役を増やせれば、また出演が増えると思う。まあ水橋も2024年で50歳になるし、10代のキャラの役ばかりじゃね。次は野川さくらさんだ。1999年デビューで、今はオフィスアネモネに所属している。野川さんはデビュー後多くのアニメに出演したが、2004年のローゼンメイデンの雛一護は代表作の一つだろう。かーい、花丸ハンバーグ食べたい。2008年にはストライクウィッチーズの天才ウィッチ、エイリカ・ハルトマンを演じた。これも野川さんの代表作だ。2000年代は無双してたんだねー。しかしそのハルトマンを演じた頃から、野川さんの出演は激減し、今に至る。2012年より後はほとんどハルトマンだけとは、どうしてこうなった？これは野川さんが2013年まで所属していた、声優事務所のラムズのせいだが、この事務所が曰く付きなんだぜ。この通り、ラムズに所属していた声優の多くが、2010年までに退所している。ナンジョルノや山村さんもいたんだ。その理由は、在籍していた宮崎ういさんによると、ラムズが2009年頃からマネージャーを起用しなくなったことだろう。はぁ、マネージメントしてくれないんじゃ、事務所に所属する意味があまりないやん。そして2013年、野川さんを含め所属声優全員が3月末で退所し、6月7日にラムズは破産してしまった。あらら、所属していた声優さんはお気の毒だね。それ以後の野川さんは、ゴシックは魔法乙女やシノアリスといったソシャゲのローゼンメイデンコラボで、ひな一号を演じている。最近のソシャゲでもコラボするとはさすがローゼン、ストライクウィッチーズは2020年の3期で終わったけど、次は葉山郁美さんだ。
現在はクレアボイスに所属している。この人の経歴は変わっていて、2004年にデビューし OVA コゼットの肖像に、藤原郁美という名義で出演したのだが、ジブリ作品に出たい希望があり、それには声優よりタレントの方が良いのではとそちらに転身した。出られるのは天文学的低確率では。しかしやはり声優になりたいと思い、2008年に24歳で今の名義で再デビューしたとのことだ。その4年間の寄り道がどうだったのか。葉山さんは再デビュー後多くのアニメに出演し、2013年にはストライク・ザ・ブラッドのレギュラーのキラサカ・サヤカを演じた。出だしのつまずきは大丈夫だったみたいね。2014年に葉山さんは29歳でご結婚されている。おめでとうございます。2015年にはヒット作の白箱で、主人公の後輩の安藤椿を演じている。30歳の壁を乗り越えた。しかし2019年頃から葉山さんの出演は減ってしまった。さすがに年齢か。でも2020年はなしとは。葉山さんは2022年に離婚されていて、それが影響あったのかもしれないな。プライベートで色々あって、お仕事に集中できなかったのかもね。次は高本めぐみさんだ。2006年デビューで、シグマセブンに所属している。高本さんは第1回シグマセブン公開オーディションでグランプリを受賞し、2006年のラブ月中ミラクル声優白書の声優志望の主人公、市原桃子で声優デビューした。テレビ東京のニクールアニメでデビューとかすごすぎるー。そして2009年には鋼の錬金術師フルメタルアルケミストの、ウィンリー・ロックベルを演じたぜ。64はやった2作目の、原作に忠実な方の鋼のメインヒロインとは、爆売れ声優やー。高本さんはその後もアニメに出ていたが、2015年あたりから出演が減り、2017年を最後にアニメに出ていない。2015年で30歳だけど、やっぱそうなのか？なお高本さんは2020年に、34歳で結婚されているぜ。おめでとうございます。高本さんはその後も声優業は続けていて、2023年のモンストのハガレンコラボでもウィンリーを演じている。これほどメジャーな役を持っていても、30歳で仕事激減とか、声優業界、魔界すぎるでしょ。次は古木のぞみさんだ。2010年デビューで、マウスプロモーションに所属している。古木さんは2014年、地方の離島が舞台のバラカモンで、女子中学生の山村美和を演じた。美和は純メインヒロイン的なキャラで、長崎県五島列島出身の古木さんは、方言監修もしたぜ。強みを活かせたね。2017年に古木さんはスパイ少女オリジナルアニメ、プリンセスプリンシパルの侍少女チセを演じた。チセとその父が戦うバトルシーンは素晴らしい出来で、かなり話題になったぜ。神作がアニメは演じている声優さんにも恩恵あるよねー。またこの年、古木さんは29歳の誕生日の日に、ご結婚を発表したぜ。これはおめでたい。しかし近年はモブでの出演ばかりになってしまっている。ゲームの方の出演も少ないね。X を見ると誕生日イベントを開催したりと、頑張っていらっしゃるけど。次は山本のぞみさんだ。2010年デビューで、ビムスに所属している。山本さんは2011年、僕は友達が少ないの男になりたい女子、クスノキ雪村でブレイクした。デビュー早々人気キャラをゲットとは幸先がいい。その後も多くのアニメに出演し、2015年のアブソリュートデュオでは、メインヒロインのユリエシグプーナを演じた。主人公の娘のようなメインヒロイン。同年、偶然魔導士候補生の教官のメインヒロイン、ミソラホイットテールを演じている。これはクアニメと言われてるけど、でも1年に2回主演とか、超絶爆売れ声優やで。2018年のゆるキャンの、主人公の母親の鏡原静香など、多くのアニメキャラを演じた山本さんは、この動画、ゆるキャンのダブル主人公のママが両方出てる。2020年、31歳でのご結婚を発表されたぜ。おめでとうございます。年末年始に発表する声優さん多いよねー。しかしその年から、山本さんのアニメの出演は減っていってしまった。なんでやー。最近については、2023年7月にお子さんを出産したりと、声優の活動ができない時期があったからだろうな。それはまたおめでたい。子育てが一段落したらまた本格復帰してほしいねー。最後は安野清野さんだ。2011年デビューで、ABEX ピクチャーズに所属している。安野さんはデビュー以降多くのアニメに出演し、2014年の寄生獣星の確率では、立川優子を演じている。石田明さんの悪役キャラに騙されてしまう地味女子。そして2015年、安野さんは冴えないヒロインの育て方のメインヒロイン、加藤めぐみを演じたぜ。うおっしゃー、大人気作の主演ゲットやー。サエカノはオタク系ラブコメの完成形と言える作品で、これ以後のラブコメはヒオタク層がターゲットになっていったな。でも加藤よりもエリリの方がずっと人気だったようだが、あとなぜ公式役称がサエヒロじゃないのか。安野さんは2018年の僕のヒーローアカデミア3期から、波動ねじれを演じている。これはずっと続いているから重要な役だね。
でもヒロアカの人気投票って上位は男ばっかなんだよな。第8回でねじれは24位。支えている女性ファンがいないよりはいた方がいいでしょう。ウロブチゲンさんもサイコパスの時にそういうこと言ってた。2019年に安野さんはスタープインクルプリキュアで、キュアソレイユを演じた。ついにプリキュア声優に。と、数多くのアニメに出演してきた安野さんだが、2023年からアニメの出演が急激に減ってしまった。2023年で34歳だけど、これでも頑張った方なのかな。コロナ禍の前と後で、声優業界に入れ替わりが起きたような気もするな。コロナ禍の間は新人声優のデビューが止められてたんだよね。その人たちが最近一斉に出てきて、かな。以上、アニメの仕事の勢いが落ちてしまった女性声優第3弾8選を解説したけど、山本さんと安野さんはアイドルマスターシンデレラガールズがあるから安泰なのでは？という指摘があると思う。ただ、2023年12月30日に、デレステの月2の新曲を1に減らすなど、縮小とも取れる発表がされているぜ。じゃあ安泰とは言えないのか、そもそも最近はソシャゲ自体がヤバいって言われてるもんね。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。YouTube もヤバい？それではまた次の動画で、サブチャンネルにも声優の動画あります。